今年の春に公開され、大ヒットとなった赤楚衛二、町田啓太らが出演する映画、チェリマホザ・ムービーから30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい、のブルーレイ&DVD が11月9日に発売される。本作の原作コミック、30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい、スクウェア・エニックスは、トヨタ有志が2018年にウェブマガジン、ガンガンピクシブで連載をスタートし、後に書籍化され、全8巻。シリーズ累計200万部を超える大ヒット作となった。20年にテレビドラマ化され、大きな注目を集めた、チェリマホこと、30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい、テレビ東京系のその後の物語を書いている。ドラマの放映当時、赤楚演じる冴えないサラリーマン、足立清と、町田ふんする貧困法制な同期、黒沢雄一らをめぐるピュアなストーリー展開と、登場人物の愛おしいキャラクター像がインターネット上で話題となり、回を重ねることにファンが急増。さらに、毎話の放送直後は、日本をはじめ、タイ、韓国、ベトナムなどのツイッターのトレンドに入り、現在は200以上の国や地域のオッドサービスで視聴できるワールドワイドな作品となった。バル、さらに、5週連続オリコンのドラマ満足度調査でランキング1位を達成し、第58回ギャラクシー賞で月刊賞とマイベストテレビ賞第15回グランプリにも輝き、第106回ザ・テレビジョンドラマアカデミー賞最優秀作品賞を受賞するなどドラマ界の賞を総なめにし、最終話の放送が終わった後は SNS での反響とともに、チェリマホロスの声が相次ぐシンドローム級の人気を誇った。そんな大ヒット作の続編となる映画版には、主演の赤楚をはじめ、町田、浅香広大、雄太郎、草川拓也、佐藤礼、鈴之助ら、おなじみのレギュラーキャストが再び集結。さらに、遠山俊也、榊原郁恵、鶴見慎吾、松下由紀ら豪華俳優陣が新キャラクターとして登場し、ドラマの終盤でお互いの本当の気持ちを確認し、やがて恋人となった足立と黒沢の恋物語を盛り上げる。11月9日に発売されるブルーレイ&DVD は、ブルーレイスペシャルエディションと、ブルーレイ DVD スタンダードエディションの2パターンでリリース。ブルーレイスペシャルエディションでは、本編ディスクに加え、とっておきの映像を詰め合わせた特典ディスクと合わせると合計165分もの特典映像が楽しめる。気になる特典ディスクには、赤楚と町田が真剣に話し合った上で撮影に臨む姿や、あるシーンでアドリブを聞かせて演技をする様子など、ここでしか見られない貴重な撮影の裏側が堪能できる撮り下ろしのメイキング映像を収録。